やっぱりね、メグとカッペ二人が揃うっていうのがね、やっぱり多分私としてね、は。この、まあ、メールでも来てたんですけど、いつぶりですかっていう。だからもうランマのイベント以来じゃない？ 3 人がステージ立つって。そうだよね。だから本当に30年とか35年とかぶりぐらいです。だから個別、だってカッペとステージに立つなんてことがそもそもないからね。そっか、あ、そうか。コナンの映画の時とか。私は、ノータッチ。あ、そっか。ああ、そうか、じゃないんだね。全然ね。だから、アフレコで会うのが、例えば、ワンピースとかで、あ、そっか、会っそっか。て、久しぶりだね、ってやったりとかするけど、まあ、それもね、ずいぶん前の話だけど、その、のんこさん交えてステージに立つなんて、本当にランマ以来だよいや、もう私、二人の真ん中に入ったら、昔のイベント思い出しちゃうかもしれない。私、どうしよう。どっか髪の毛編んでもらって、下地に敷いて寝ようかな いとや、か。なんかの、このファンに二悪態つこうかな、人。といやか。いや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 、なんかこの、ステージの上でどう振る舞えばいいのかわからない二人の真ん中に立って、どういうふうにこうお世話していこうというね、感じの、冷や汗かいた状態がまた蘇るのかなと思って。大丈夫、少しは成長したよ、私たちも。少しはのんこさんのお祝いだってこ分とを、かっこれは私たちが自由にしていい場所じゃないってことぐらい分かって立つつもりだよ。のんこさんおめでとうっていう気持ちはちゃんと持っていくつもりだよ。ありがたいよ、ありがたい。